韓国料理といえばチヂミだったりチゲだったり、その辺がまあ日本ではメジャーだったりするが、実は炒め物もかなりうまい。というわけで今回は、俺が韓国料理屋に行ったら必ず頼むイカの甘辛炒めを作っていく。韓国語ではおじんよぽっくん、名前は地味だが韓国料理好きほどよく頼む通好みの料理だ。というわけで今日使うブーツはこいつらです。まず最初にヤンニョムを作っていく。ヤンニョムは韓国語で合わせ調味料という意味だ。こいつが味の根幹。これさえ作れれば正直具材は何でもいい。味のベースは醤油になる。醤油大さじ 3.5、 砂糖大さじ1、コチュジャン大さじ半、そして唐辛子。ここはやはり韓国産のものを使ってほしい。カルディに売っている。今回使ってるのはアラビキタイプだ。韓国産の唐辛子は見た目ほど辛くはなく、辛みの中に甘みもある。これは辛党なんで大さじ3ぐらい入れるわ。辛いのが苦手な場合は半分ぐらいの量から試してみるといいだろう。本場韓国ではここにさらに青唐辛子を足して辛みを足していく。ヤンニョムが完成したらイカを用意する。今回は半額になってたんで生のスルメイカを買ってきた。さばくのが面倒な場合はすでにさばかれたイカや下茹でされたイカもスーパーに売ってると思うんで、そっちを買ってくるといいだろう。シーフードミックスとかでもいい。まずはイカを水洗いしていく。ゲソをこうこそぎ落とすと吸盤がこのように手につくが、これが歯触りが悪いんでこれを洗って取り除く。胴の部分も軽くぬめりを落としておく。洗い終わったイカをさばいていく。まずは足と胴を取り分ける。胴の部分は内臓とくっついてるんで、胴の中に指を突っ込んでこのくっついてる部分を剥がす。剥がれたらそのまま突っ込んだ指を引っ張り、内臓が潰れないように胴の部分だけ引っ張り出す。この黄色い部分が肝だ。そしてこの真ん中に通った黒い線、これがイカの墨袋や。こいつは破けないようにきれいに剥がし取っておいて、中の墨をトマトソースと合わせてイカ墨パスタやリゾットを作ると美味しいよ。肝の部分は切り落とす。ちなみにこの肝をすりつぶしてイカの刺身と和えたらイカの塩辛が作れる。あとはそのままホイル焼きにしてつまみにしたり、パスタに加えたりしてもうまい。今日は使いません。腹綿を取り出したイカの胴体はかっさばく。開いたら透明のプラスチックみたいなやつが入ってるんで、それを取り除く。これは軟骨だ。あとところどころ内臓がへばりついてるので、こいつを洗い流す。開いた胴体は大きさを揃えて切り分ける。刺身にする場合はここで皮を剥いだり耳を取ったりアニサキス探しゲームをするが、炒め物の場合は適当に切るだけなんで簡単だ。ちなみにイカを輪切りにしない場合はこうやってキッチンバサミで開くともっと簡単だ。ゲソも処理していく。この白っぽい面を上にして目の間に切れ込みを入れ、開くと中に白い突起物がある。この中にイカのカラストンビ、いわゆるくちばしが入ってる。この茶色いやつ、ここが硬いので取り除いておく。切れ込みを入れると取り出しやすい。あとは目玉も潰れないように取り出しておく。目玉も裏側から切れ込みを入れると取り出しやすい。ゲソの上部に触ると硬い部分があるが、この部分は軟骨で焼けば美味しく食べれる。取り除かなくても大丈夫だ。イカの足は2本だけ長い。ここを切って他の足と長さを切り揃える。
残りの足は縦に 2,3 等分しておく。これが炒め物用のイカをさばく一連の流れだ。慣れれば結構簡単。すべてさばいたら味が染みやすいようにヤンニョムにつけておく。なお今回イカを使ってるが、タコを使っても美味しい。こいつをつけ置きしてる間に野菜をガンガンカットしていく。人参、ハンコを短冊切りに。ズッキーニ半本も同じく短冊切りに。玉ねぎ半個を千切り。そして長ネギ1本を斜め切りに。最後にニンニクをみじん切りに。今回は 3,4 個使ってるが、分量はお好みでいい。というわけで仕込みは以上だ。油を入れたら油が冷たい状態のままニンニクを投入。弱中火で炒め、ニンニクの香りを引き出していく。焦げない程度に炒めて、ニンニクの香りが立ってきたらヤンニョムに漬け込んだイカちゃんを投入。焦げぬよう、そしてイカが硬くなりすぎぬよう、中火程度の火加減で炒めていく。イカに軽く火が通ったらネギ以外の野菜を投入。まんべんなく全体を絡めていく。今回イカを下茹でしてなかったんで、もう少しイカから水分が出てくると思ったが、思ったより出てこんので水分を足していく。酒もしくは水を適量。これぐらい水分量があった方がええやろう。野菜がしんなりしてきたらネギを投入。ネギに火が通ったら、とどめにごま油を回しかけ風味付け。軽く全体を混ぜ合わせたら完成だ。完成だ。イカの甘辛炒め。マシソヨ、うまいうまい。韓国料理屋でいつも食うあの味だ。韓国の炒め物は本当にうまい。見た目はバチクソ辛そうだが、韓国産唐辛子を使ってるおかげで見た目ほど辛くはない。ただ辛いだけじゃなく、コクと甘みのある辛さ。これぐらいの辛さだったら明日のあなたも無事で済みそうだ。醤油ベースの甘辛い日本人好みの味付けに、程よく柔らかいイカちゃんがよく合う。野菜もたっぷり栄養満点だ。この料理とにかく大事なのはヤンニョムだ。ヤンニョムの作り方さえ覚えておけば、具材を変えるだけでイカ用にも応用が効く。イカをタコに変えてもうまいし、トッポギやトックなど韓国の餅を加えてもうまそうだ。
パンチのある味なんで、すっきりチャンミスルが実に合う。とにかく酒が進みすぎてやばい。これほどまでに酒が進むつまみが未だかつてあっただろうか。ビールと合わせても間違いなく最高だろう。こいつは酒だけで楽しむのももったいない。5目追加や。やばい、ハークマイとの相性もやばすぎる。このパンチのあるつまみを5目でリセット、酒でリセット。このルーティン永遠にいける。最強のつまみでもあり最強のおかずでもある。これが韓国の炒め物、恐るべし。ちょっと一人分の分量としては作りすぎたかもしれない。ちょっと気分を変えてみよう。ヤンニョム焼きうどんの完成だ。タレが濃くてうまいんで、麺と合わせてももちろんうまい。これからの時期だとそうめんに合わせるのもいいだろう。卵黄を落とせば優勝間違いなしだった。完食。チャルモッコスムリだ。お疲れ様でした。